最果ての水平線の向こうには何があるの？最果ての秘密を生まれながらに抱えた少女。彼女は夢見ることも、自由に生きることも許されなかった。自由なんて言葉は憧れでしかなかった。閉ざされた狭い世界で生かされていた。死ぬことも生きることさえ誰かに選ばれていた。だから思ったんだ。神様から不自由なシナリオしか与えられなかったというなら、誰かではなくあなたと死を分かちたい。僕は運命の半分を彼女にあげたい。たとえ死を分かち合うことになったとしても。だから私はあなたと歩いていく。あの水平線の向こう側へ。ディアホライゾン。僕らは出会い、二つの命を一つの死で分け合った。